で、シュウさん、これ軽いでしょ、パーカー、あの夏用で、あのこれいいね、はい、クラーキーだとこいい、そうですね、はい、背中バッチリヨシヒコさんなんで、走ってるヨシヒコなんで、走れないヨシヒコ、いや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 、よろしくお願いします、お願いします、せーの、本日のヨロピコ、それなら今、明日に向かってフレイバーヨロピコ、宮崎さんが両方やった、面白かったな。どうしても苦手で打てないっていうピッチャーいましたか。ほんまに驚いたのは僕タイガースのジェフ・ウィリアムスです。おお、当時左サイドからあんな球速くてこっちにガンガン来るピッチャー見たことなかったんで、あヤクルト時代ですね。どうのこうもなんか右で立ってるの、はい、ですよね。あれこいつスイッチやったどっちでも打てへんやったらそれもありやじゃん。もう左で打てるのない、うん、左で打てなかったら、あ、そう、右で行ってみました可能性あったかもしれないそうだろ。逆にこのピッチャーはなぜか知らんけどよくタイミング合うっていう、まあ、カモとは言いませんけどどうすかね。でもエース級はそれこそ1番の初級を僕は手出すって決めてたんで、比較的打率は良かったですね、うん、逆に相性、はいはいはい、そのピンチになった時にもうニッチもサチもいかない球が来るんですよ。僕とかはもうホームランがないんで、はい、そのエース級だとフォアボール出すのが嫌なんで、どん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 ストライク投げてくれるんですよ、はいはいはい、だからそれをもう必死に考えてるとなるほヒットにはなることはあったんですけど、でもあの頃ピッチャーとさ言ったけどダルビッシュとかさ田中マー君とかさ、あまあ成瀬も良かったよな、そうですね、ほんまニャンニャン投法で、はい、ほんま早かったんですよ。やっぱ早いんですよ。早いですよ。で100千葉マリンで134の時が一番早いです。で138、9になると、うん、ちょっと違うんですよね。へえ、前の方が早いなって言うと、大体134から5、6ぐらい。後ろがちっちゃいですかね。めちゃくちゃ早いです。そうそう、後ろ小さいし、小さいですよね。134ですよ。そうですよ。でもスピード感ってあんまり負けんなかったから。そうですね。うん、カラカワ投手もめっちゃ速く感じたんですよ。カラカワな、こうギューって、うんうん、おあの部屋ってしてますね。でも140出たり出なかったり当時はそんな感じだったんですけど、めちゃくちゃ早かったですね。俺は小松を見た時高かったね。早かったですか。見えない、見えない見えない150何キロは、あの当時のガンで150ったら、今のガンやったら160近く、そうですよね、もっと速いかもわかんないですよね。江川さんが今で何かで調べたら158って言ってね、早かったですか、やっぱり早い、本気になった時は。へー、俺一番後で、あの本気になられてないから、江川さんとは初回とかですか調べった、うんうん、技術を抑えてる、手を抜いたわけじゃない、手抜いてるっていうホームランもないしランナーおらんし、回転数がなんか出てましたけどね、スピン量が、ね、スピン量がやっぱりすごかったみたいですね。吉川球児君よりも50ぐらい多かったです。へ、やっぱり江川さん担当してで、ブーンってやっぱ絶対伸びることないんだけど、うわーってうわーって上げるわけよ。ボールもこう見えますからね、うわーってくるわけよ。あのでかい体こうしてもうジャイアントババじゃないって言うって思うけど、そのぐらいのスピンがピャーってくるわけよ。でまたさ、審判が高め通るんよ、ここをぐるゆうじさんとかもそうですね、スピンがさ、うなってたのか、津田がそうだったの。俺この間さ、そのまっすぐの方で、はい、目を疑ったんだけど、メジャーリーグの試合で、はい、大谷選手が出てて、で、左ピッチャーかな、左ピッチャーのストレート、外の三振したい、はい、バンって。で、普通、まっすぐ空振りってどこを通る、こうじゃないですか、下よな、はい、ボール下よ、上振っとって大谷選手ですか、え、今上振ったよな、こういうことですか。そう、絶対ないと思ったよ、これすごいっすね。絶対下入るやん、バットって絶対ストレートは、空振りは捉えたいから上振りに行くようなイメージですよね。いや本当に本当に上通っちゃったんですか。上通ってんよ、俺初めて見たね、空振り。え、ちょっと待って、今上通ったよなと思って、ということはすごいな、遅れてないよね。で、上通るってことスイングが速いから、うん、上通るってことは遅れてない、遅れてる子見た、こっちが、はい、大体がこういうイメージですもんね。そう、ドンピシャで多分来てるはずだよ、初めて見た上通。
変化球は、はい、変化球は上通ったり下通ったりの、まっすぐですからね、ストレートそのバーンって、ちょっと今上振ったってで、山内さんが俺に教わって変わったんだけど、はい、って下空振り、上空振りって練習させるの、いわゆる自分の脳と合わせてちゃんとそういう部分にできる、内側外上下真ん中と上ってちゃんと当てるように、当てるように全部で、上空振り、下空振りで、でインサード来たら内側、外来たら外、はい、下来たら下を叩く練習させる、面白いですね。そうで言うのは、ゲージから出なくていいっていう、うん、当てるところを自分でちゃんとコントロールして、でゲージから出なくていいからちゃんとそうやって打っとけ。へえ。で言ったのは、練習で難しく、はい、試合で優しく、いいことですね。で大体がこうアバウトになってるんだね、はいはいはい、でそういうのあるわけだから、少年野球を教えに行ってもさ、バッティングセンターで、はい、でこうやってみんなパーンパーンって打つやん最初、うん、ただ子供たちにさ、ボールの上とごらんって言うと芯に当たる、ちゃんと当たるんですね、うん、僕もなんかキャンプからシーズン入る前はずっとプチってこう、ああちゃんとね、ファール最初下入ってファールばっかりなんですか、うん、実践入った時って押されてるからね、そうですね、うん、それがずっとパチパチ下に落とすようなやってから実践に出始めるっていう感じだったですね。自分のやっぱし人間ってすごいアバウトやけどね、はい、適当に打ってるんで、そこで合わせていくとやっぱその感覚が生まれるよね。2010年、まあ、今阪神の岡田監督がオリックスの監督になられて、はい、どうだったですか岡田監督。やっぱなんか距離というか、いい緊張感はずっとありました。監督っぽい監督って感じです。まあ岡田監督の時も活躍されてますもんね、はい、岡田ね、そうですね、まあ、なんか野球のことは簡単に選手に伝えてくれるんで、なんか中間、間がなかった、こういう場面はこうしてとかがなくて、うん、なんかもうこれでいいとか、ランナー一塁例えばお前は引っ張るだけでいいから、うん、それ以外ゲッツーだったってこっちの責任やからって、ああ、なるほど、バントは出さんから打てって言ってくれて、楽っていうか、やることがこう明確やったですね、うん、そういう感じですよね、岡田さんね、はい、でも考えてます空間が高い、そうですね、めちゃくちゃなんか多分野球賢いんで、すごい話しててええと思ってた、 YouTube でバットを絡まして、こうやってこうこうなると、そうそう、特殊なバット作りみたいな、すごいですよね。監督が俺一緒にやってるからさ、あの現役もずっとやってるし、阪神でもやってるし、一つ下、あ、そうですか、そう、岡田監督が一つ下だから、そして2011年144試合、はい、クリーニング出場を果たしてパ・リーグ最多安打を受賞されてる、はい、そうですね、でもその年3割切ってるんで、お最多安打で、はいはいはい、2割9分7とかそんなやった、はい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 、あれさ、すっごい面白いけど、どうですか、それバッターってさ、はい、299999999、繰り上げで3で出るけど299999やんか、そうですね、3じゃないやん、はい、あれってすっごい嫌やな、嫌っすね、本当に嫌っす、何しろ3ないよな、3がいいです、そういうことですよね、300ちょうどでもいいんで、はいはいはい、でもさ、あれってさ、2割9分5厘とか2割8分とか2割8分5厘とか、はい、3割ってヒット数大して変わらんない、あ、計算していくと大してヒット数大したことないやんって思うけど、ニアハチゴリってうわーニアハチゴリってめっちゃ打たないような感じになるんですな。いや本当そうなんですよ。あれってやっぱり自分たちでも計算するもんなんですか。最後の方気になってきます。ああそうですよね。一本出しときゃいいんですけど、はいはいはい、その一本が出ずにある日突然3安打出てまた0-0っていったら、これは下がっていく。なるほど。めちゃくちゃ気になる。そうなるよね。神宮すっごいやと思う。神宮出っ放しやん消せよってほんま神宮って昔から出っ放しだよ。横に当たそうで、で今出てないんかな。今出てないです。昔ホームラン数と打率が全部出るわけよ。はいはい、いいや、いい時はいいんや、胸張ってやらしちゃ騒ぎそうかって2割8分ちょっと待って、こう見たらあれと試合してしまうのと、あとピッチャーも多分ね、打率が低いやつって目に見えて、はい、で見えるから多分余裕持ってくる、余裕持ってくるの。なるほど、気になるんすね。もうすっごいだった、あの神宮だけは。地方球場とか嬉しいじゃないですか。たまに出ないところがある、消せと思ったの
まあ名前だけってことですね。そうそう。何パーゲームじゃん。言えないぐらいかよ。ご視聴ありがとうございます、チャンネル登録、いいね、あとコメントもよろしくお願いします。それではゲームセット。次回もよろしく。